前さスマブラでさ、スマブラで間違って映っちゃったシュンいたじゃん。シュン、まあ、名前シュンではないんだけど、シュンうんぬんかんぬんなんだけど、そいつもなかなかに顔が整ってて、そいつもまあまあ告白されてたんだよね。でそいつのマジでやばいエピソードが、運動部って母親とか、まあ、親も来るわけよ。大会とかあるから運動部は。で親が来て、でその女の子がね、まあそいつはもう運動部だからゴリゴリマッチョみたいな、もうゴリラみたいな女がいたわけよ。魔界ならトップ取れますよみたいなやつがいて、でそいつがお母さんに行ってくるっつって、そのシュンに渡したラブレターをその見える形でそのまま草むらに捨てるっていう。でその子のお母さんに、シュンくんそれはさすがにないんじゃないのって言われてたっていうエピソードを俺爆笑した。あーカスだなーって思って、いや無理だけどってなってた。ガチのマジのかわいそうだよな、さすがにかわいそうだよな。シュン炎上、いやまあしゃあない、いやでもねしゃあない、親の前で渡したのも悪いわ。断りづらい環境を一刀両断したけど、ちょっと峰打ちだって言いながらもう消されてるね、女の子の方。